皆さんこんにちは、ネアです。本日はね、忍たま乱太郎商店のねストアが大阪に来たので、それね行ってきました。それの購入品です。まず一つ目、じゃーん、こちらのね6年生が1年生の時の、クリアファイルですね。これすっごい可愛いよね。これがお一人様1点のみだったので、私みたいにねお姉ちゃんのお使いとか誰かの、まあ、代行で行きますって人はね、ちょっと自分の分かその人かちょっと迷うところがあるよね。まあ、これはねお姉ちゃんに頼まれたのでこれは買ってきました。で、自分用に買ったのがこちら、じゃーん、このね、缶バッジセット、1年生の頃の、1年は組の人らですね。キマトメとイサクね。そう、これのアクスタ買うか迷ったんだけど、いや、なんかもうこのまま飾りたくないって思って、この2人にした。6年生が1年生の時期の商品がね、今回これが初なんじゃない？だからね、結構割とね、人も多かったですよ。で、私が行ったのはね、割と午前中が整理番号を配られて、で、午後からはもうフリー入場で入りますみたいな感じでしたね。これを買ったよって。で、次がじゃん、これはお姉ちゃんに頼まれてたやつ、一言メモ F は何の F かは分かんないけど、6年 E 組、そう、これね。で、自分用に買ったのがじゃん、そう、これめっちゃかっこよくない？そう、前回がアクスタね、ケマトメの分買わなかったんですよ。私が好きなのはケマトメサブローと田村ミキエモン、あとそれからキサンタですね。その3人が大体好き で、前回の動画で忍たま乱太郎のアニメの原画展か、そっちでミキエモンのアクスタを買ったので、今回はねケマトメのアクスタを買いました。これね、めっちゃでかいよ。なんかちょっと大きなアクリルスタンドって名前なんだけど、いや、めちゃめちゃでかいアクリルスタンドって感じ、本当に。いや、これさ、いろんな人並べたいけど、これ結構高かったよ。1760円、そう、かかるね。で、ほんとなんか全員分さ、ショップになんていうの、展示されてたんよ。それ見たらね、めちゃくちゃ圧巻だったよ。めっちゃすごーかっこよーって感じだった。こんな感じ。あ、これさ、2人分飾れそうじゃないね。例えば6年は組をさ、ケマトメとイサクみたいな感じでここ横に置けそうな感じの大きさではあるよ。これがね、お名前ね。そう、ケマトメサブロー、そう、ファンなんだよね、ケマトメね。この間アニメやってたよね。いや、まあ結構前だけど。よし、じゃーん、そう、ほら、めっちゃでかいよね、私の手。こんな感じ。そう、めっちゃでかい、いい感じです。ちょ、これ、よっと、そう、あ、もんじろう、あ、でもこれやったら見えなくなっちゃう。はい、で、次に買ったのが、じゃーん、この前髪クリップシリーズね。私これね、地味に集めてるんだよ。今持ってるのが、割とね、忍たまのこの前髪クリップ見つけたら毎回買ってるんですけど、今持ってるのが、まず一つ目、小平太ね。あ、ちょっとめっちゃ毎回さ、毎回メイクで使ってるから若干汚れてはいるんだけど、これ小平太と、あとじゃーん、長女も使ってる。この2人がもうレギュラーメイクの時ね。で、これキーちゃん、これは洗面台のところに置いてる。で、あと持ってるのが無自覚な方向音痴の三之助。そう、このね4人、私のメイク時に使う子たち。そう、これにね、新しい1人が、これは2年生と4年生が入ってるやつだったと思う。紫色だしね。ミケモンが欲しいなって感じですね。せーの、おーわー、かわいい。2年生の野瀬旧作ですね。私2年生は旧作がね好きだから、あ、嬉しい。え、いい感じじゃない？図書委員でしょ。お、図書委員とほら体育委員だ。え、すごいじゃん、なんか寄せつけてるのがね。はい、で、前髪クリップはこれでしたと。で、あと買ったのが2つあるんですけど、じゃじゃじゃーん、この忍たま乱太郎のあなたは誰 T シャツコレクション、その3です。その1、その2もあるんですよ。で、ラインナップがこの1番の、はぐみにできて僕たちにできないことはない、これは多分しんべヱ。2番目、すごいスリルが、2年生の伏木蔵でしょ。で、3番が学年1のアイドル、これが、私の推し。知らないことを教えてもらうのに年は関係ないよ、これはいいセリフだよね。高丸さんでしょ。で、5番、籠城、もうこれは絶対にハマッシュ。6番、摩訶不思議なヘアスタイル、まあ、これはね、オハマカエモンだと思われる。で、7番、おほうは、おほうはもう完全に、竹谷八左衛門。8番、勝負だ、私の推しですね。はい。木本目三郎。で、9番、フンダーは愛。そちらにいるね、イサク。で、この中で、まあ、狙ってるのが、3番、学年一のアイドルと、8番の勝負だかな。そう、これをね、2つ買ったので、開けようと思います。部屋着として使うんだけどね。なんか、インターンのイベントならそれ着てってもいいかなと思うけど、普通に、なんていうの、普通にさ、お出かけする日にこれおほうとか着てたらめちゃくちゃ面白い人になっちゃうよ。丸まって入ってる感じがね。まず、はい、お、あ、スリルだってことは不思議像ですね、不思議像。おー、よいしょ、す
ごいすぎる。え、めっちゃ可愛いぞ。Lサイズだからさ、誰でも入るしね。そう、これが一つ目でした。せーの。え、嘘でしょ、まさかの、ま、え、同じなんだけど、同じなんですけど、すごいスリル、嘘だろ。いや、横に並んでたので、ね、撮ったの。まさか同じとはさ思わないじゃん、2つ買って。ちょっとダブりはさ考えてなかったわ。まあ、そうか、ダブっちゃったな。お姉ちゃんにあげようと思います。ある意味ね、もうスリルな感じを楽しめたんじゃないでしょうか。お姉ちゃんにこれさ1個あげるわ。で、なんかリンタマのさ、もし舞台行くことがあれば、2人であのスリル T シャツを着て行こうか。それで、あ、そう、特典があるんですよ。この謎のサイズ、正方形の、ポストカードかな。もうちょっと こうできなかったかなと思うけど、これね、収納に困っちゃうんですよね、このサイズの正方形は。はい、1つ目、せーの。あ、福地平介。いや、ほんとこのさ、何絵、立ち絵じゃないし、この座り方のシリーズさ、めちゃくちゃかっこいいよね。はい、せーの。お、立花千蔵先輩。はい、次は、あ、高丸さん。はい、次は、お、小平太。小平太。はい、あ、しんべかわいい。いや、なんかさ、ほら、6年生がさ、こう、いっぱいいっぱいだから、1年生ちっちゃくてめっちゃかわいい。はい、せーの。あ、おはまかえもん。おはまかえもん。まだ不思議な髪型 T シャツありませんでした。はい、次。あ、これがラストで、浜修一郎くんですね。そう、路上 T もね、出なかった。はい。で、なんか、何千円か買ったら、なんか、くじが引きますみたいな、ガラポンができるってことでやったんですよ。そしたら、なんと、じゃーん！ A 賞のさ、この、30周年クッションが当たったんですよ。ちょっとびっくりしちゃって。なんか、やばい、あ、当たったーみたいな。あ、ありがとうございますみたいな感じだった。そう、ほら、じゃーん。これをさ、ベッドのところ置いとくわ。かわいいよね、30周年、30、30ってみんなそれぞれの。え、なんかこう見たらくのいちめっちゃかわいいな。これをさ、これと一緒に今日から寝ようと思います。はい、ということで今回買ったのはね、これで以上です。本日も見てくださりありがとうございました。それでは、さようなら。